ただ満塁というケースでこの吉野が登板です。吉野もこれが24試合目のマウンドです。かなり有利な状況で変化球いけると思うんですけど、はい、ここは、ね、2ボール1ストライクなんで、どうしてもピッチャーとしてはストライクを取っていきたいとこですよね、はい、ってことはバッターも狙ってくるってことですからね。バッターにとっては有利なカウント。バッター筒香ホームラン5本、うち2本はサウスポーのピッチャーから放っています。詰まった打球、ショートが下がる。これではランナー帰れません。ツーアウトランナーは満塁です。ツーアウトを取ってバッターボックスは金城。金城はスイッチヒッター、右バッターボックスに入ります。塚原の勝利もかかっています。6回、バファローズがピンチを迎える。逆にベイスターズはチャンスです。ワンボールワンストライク、バッター金城、ツーアウト満塁。打ち取った、ショート正面、セカンドへ送る。この絶体絶命のピンチ、吉野が踏ん張りました。6回の表ベイスターズ満塁のチャンスがあったんですが無得点。6回の表終了、4対2、オリックスとリード2点です。